計画を再開しよう。正義の光を我を撃て。悪を滅せぬ弱き神は不要なり。何者だ。見せてやるよ。お前が一人になったからこっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれが、ベジットブルー。そんな変身で、神にかなうと思うな。常に神を模倣する。なぜだ。神が偉大なゆえか。神が美しすぎるゆえか。しかし悲しきかな、哀れむべきかな。神が行えば善となることも、人が行えばこれ皆が悪となり、罪となるのだ。さあ来いよ神様、お前の理屈は聞き飽きた。懺悔は聞かぬぞ、人間だ。気がつかないか、合体した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ、お前は人でありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。ああ言えばこう言うだな。ああ、これも全て宇宙のため、世界のため。泣いてんのかよ。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。人間よ、滅ぶべし、全てはザマスのもとに。死滅する。世界を汚す不届き者が。邪魔な存在は排除するのみ。Yeah!
界のジョーカー、これも世界を汚す不届き者か。我は不死身だ。さあ次は誰に助けを求める？過去か未来か。そうやって神の正義に背き続けるのか。貴様ら人間はその弱さゆえに。俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。人間が神に正義をあだなくせのか。貴様の正義など知ったことか。行くぞみんな。だから感じる、みんなの力を俺に貸してくれ。こんな世界消えちゃえ。